やれるもんやとやってみろ。おお、やってやろうじゃねえか。後から見れば強固な組織でもいつ分裂するかわからん。ごめんさい、狭間組には手出しすんな。あんな条件飲んで鬼神会の思うつもじゃねえか。向こうも水面下で何を考えとるか。兄弟分の敵討つために命投げ出すとは見上げたもんだ。兄弟はどうすんだ。俺は一人でやる。条件を飲むか、ここで死ぬかだ。東京で何をして島谷が撃たれたのか。調子に乗るのもいい加減にせえよ。お前らこそさしゃり出てくるんじゃねえよ。次会った時はこうはいかんぞ。ああ、遠慮なく弾かしてもらうぜ。